アークシステムワークス。国尾くん生誕30周年。最強は誰だ。突如街中に貼られた格闘大会開催のポスター。同時に起こる周辺高校生徒への襲撃事件。主催者の意図は。襲撃事件の犯人は。勝ち抜き格闘を極めしプレイヤーよ、ここが新たな戦場だ。大運動会の人気競技がパワーアップして登場。このバトルロイヤルを勝ち抜けるか。熱血高校、ご存知、国尾くんがキャプテンのチーム。国尾選手は非常に頼れるが、一人では勝ち抜けない。チームとしての力を引き出せ。花園高校、国尾のライバル力がキャプテン。足は遅いが全体的にバランスが良く、突進技を多く持つ。強襲で相手を黙らせろ。格好連合、人望厚い郷田がまとめる様々な高校からなるチーム。突出した能力を持つ選手が多い。各自の長所を生かして戦え。霊峰学園、ダブルドラゴン兄弟を筆頭に実力者が集ったチーム。龍一龍二はもちろん、他の選手も侮れない。圧倒的な力で押し潰せ。その他にも全25チーム、総勢150人の選手が出場。各チームの特色を生かし、優勝をつかみ取れ。地の利を生かせ。おっと、五代選手、バイクで敵を一網打尽だ。頼常選手、シュート、ゴール。あっと、敵が吹っ飛んだ。このステージは画面端のボタンを押すとアイテムが出現するぞ。新たな技で叩き潰せ。トライス選手の SP ドライバーだ。長谷部選手の鉄残庫、これは痛い。怒りを敵にぶつけろ。国尾くん怒った。逆襲のマッハキック2。爆弾パンチが爆発した。強烈な一撃。ダウンタウン乱闘行進曲、勝ち抜き格闘スペシャル。プレイステーション4ダウンロード1000倍。ダウンタウン乱闘行進曲、勝ち抜き格闘スペシャル。2016年12月26日発売。